光の表現が日本美術の中で取り入れ出されたのって明治時代になってからなんですね。江戸時代までってまあまあザ東洋画っていう感じなんで、光とほとんどまあ描写の中にはなかったんですけども、明治時代になって、例えば葛飾北斎の娘の葛飾大井っていうのがいるんですけど、女性娘さんねが、描いた作品とかはめっちゃ陰影を使った光の表現っていうのを、してたり、あとは浮世絵で、光線画で有名な小林清親っていう作家も、結構光を取り入れた浮世絵っていうのを描いてたりということで、そういったものが、結構明治時代の初期に光の表現として出てきたのを、さらに倍化させてバージョンアップさせたのが今回の作品かなっていう感じで、この光の表現はすごいな、ここまで進化したかっていうのが見て取れてめちゃめちゃ感動しました。面白いと。